はい、皆さんこんばんは。今日はね、大阪いい天気でしたね。ということで突撃です。これ突撃、隣のハイエースですね。これちょっとね、まあ店の前のローソンなんですけど、ちょっと駐車場をお借りして、何をするかというと、ちょっとね、生足なんでうちには入れないっていうね、購買がきつすぎて。で、コンソールの取り付けですね。これワイド車両、ちょっと見てみましょう。ワイド車両、はい。おお、めっちゃ好きですね、このハイエース。いや、いい感じですね。まずこれ、純正ですね。純正のコンソールを外します。ちょっと支えてもらっていいですか。外しました。はい、じゃあ持ってきてる。はい。で、まあこんな状態になるんで、で、ここの穴を利用するのね。まず。これ純正どこ置いときます。あ、それでいいです。この。で、こっから板引いていきますんで。いや、しかしでもこれかっこいいな。かっこいいですね、このハイエース。ピッカピカっす。これ実は3型の顔がかっこいいっちゅうね。結構ファン多いんで、ね、3型の顔が好きやっていうね、こだわりっすね、ハイエースオーナーさん。で、これはカズキオトですね。カズキオトさんの、いい感じですね。で、オーバーフェンダーもついてますね。すごい綺麗な車両ですね。ちょっとこれつけていきましょう。どんな感じになるか。もう不思議。ほんま髪の毛一本つけないぐらい綺麗な人もいてる。いや、綺麗やな。綺麗。なあ、うん、似合ってるな、なんか。うん、何が？いや、なんか内装と今どういうこと？ちょっとこう意味が分からない。そのカーテンから顔出して。はい、こんな感じでやってます。で、内装も綺麗ですよ、ワゴン車ね。これちょっとね、こんな感じです。で、これこっちですね、この板ですね。この板を引きます。ちょっと向こうから撮りますんで。え、そうなのに。これ警備レーシングやね、これ撮れます。すげえ。で、まずこれですね、この板をこの純正の部分にこう行きますと、こうね、行きました。で、これこの板にコンソール止める、これナットがね、仕込んであるんですよ。こんな感じでね、仕込んであります。これ4点ね、まあ、でこれを引いて、でこう穴開いてるんでね、別にこうやってね、これに下見てもらったら分かるんですけど、この純正の穴、この穴とこの穴が合います。で、こっちもありますんでね、この穴とこの穴を合わせて、まず止めてください。で、これを固定したら、この上にコンソールをかぶせる感じで固定していくんです。もう簡単っす。もう結構ね、ちょっと DIY できる人やったら全然いけます。こっちにも入れたんじゃん、ってことで入れたか。はい、ね、キチキチやな。キチキチ
ちっすか。そんなに物がええってことでしょ。あ、見せてみた。はい、これでね、こうやって止めていきます。止めましょう。すごいね、豪華やなこれ、内装なんかな、すごいね、すごいなんかオーナーのこだわりが感じますよこれ。今ちょっとオーナーいますけどね、でこう固定します。緩くね、これね、これポイントっすよね、あんま締めすぎたらダメっす。もうちょっとね、軽く止めたらいい感じですね。ノーカットでお届けしてるんでね、すいません、ちょっとバゴバゴして、でも女の人でもこうできるよっていうね、つけれますよっていうね、女の人でも。でこれいいんが、これつけててもオイル交換できますからね、全然。もうそれがいいですね。たまにオイル交換できないコンソールもあるんですけど、全然いけます。孫はもうしてるんで、孫はもうしてますね、孫ってますね。じゃあね、こっちの穴が寄ってんねん。姉さん、はい、この後取ってくる。なんで？え、これ届かんでしょ。いや、絶対届かんの。あ、そう、あ、持ってこない。孫ってますね。なんだこれ。いや、孫ってね、バゴバゴしてんの。穴が開えへん。穴が開えへん、ごめん。じゃあ、もうちょっと上から。ちょっと上から、こんな感じ。もういいわ、私。もういい。もういい。もう言葉気をつけてな。な。穴が。こっちさっきちょっと緩めた方がいいで。ちゃうねん。ちょっと返します。ちょっと緩めるってこっち。ちゃうねんって。何がちゃうの？そういうのじゃない。ね、そういうのじゃない。どういうねん。穴合わすのってそういうことやろ。いやだ。短いじゃん。3ミリだけ。ちょうど届いてんねんけど、穴が開いへん。ここら辺にあんねん、穴が。両側。うん。だからこっちを緩めろって。そんなんできるん。うん。それで6ミリに変えたって。何でもそうやけど、最初にこう、あれやねん。あれが、こうで。こうで。ゆるゆるでこうやし。ゆるゆるでこうしてる。これね、ほら、ほら、ほら、ましてました。ちょっと歪んでる。こうなってね、わかる？わからん。ちょうどもう肘置きとしても最適です、これで。ちょうどね、
純正のコンソールとか用肘置きがあるじゃないですか、あれと同じ高さになるんですよね、ここが。で今これ後ろのあれなんですけど、あのテーブルついてるんですよね。そのテーブルもつけてても全然問題ないっちゅうね。これ、ね、こういうね、あの後ろにテーブルつけてる人多いと思うんですよ。でこれつけてても全然こういう感じでいい感じです。こう2段に、これなんかいいっすね。2段になって、いや分からんっす、このカップホルダーもある、見えたやつ。感じていいっすね。さあちょっとまごまごしてるんですけど、まごまごしながらあの装着してます。夜やから分かる、夜やからな、仕方ないよな、まごってるやな、ちょっと、はい、やばいとこんなもんです、こんなもんですね。はい、できました。いい感じ。さあいい感じです。はい、これで、でティッシュは、ティッシュも入れてみましょう。できました、母さん。母さん、あ、ティッシュが出てきました。あ、ティッシュも黒っちゅうね。合わせてしまった感じがすごいな。合わせました、これティッシュ出てきました、これ。はい、ティッシュ出てきました。マジニャーニャーです。マジニャーニャー、はい、いい感じです。よかった。いやできました。もう外から見ても全然わからへんな、外から。いやめっちゃ合ってますね。合ってます、合ってます。全然こんな感じで、はい、できました。はい、フリッパーなんですけど、これコブラのバンパーにこのフリッパーついてるんですけど、これ自作ですね、オーナーさんの。でドット柄でこのヘッドライトですね。でコブラのボンネット、いい感じの出具合ですよね、コブラのボンネットね。そんな感じでできました。これでも後ろはレガンス、レガンス、はい、レガンスです。レガンスでサイドがコブラです。さあ、あとは前はもう全部コブラですね。コブラ、コブラ、コブラですね。めっちゃなんかバランスいいですよ。あ、これあれ、あの苦労したやつじゃないですか、これ。ね、苦労してつけたやつですか、これ。え、これ上って、上はコブラ。これもコブラですか。ああ、あ、ほぼコブラね。いい感じです、かっこいいです。ちょっと映しておきます、オーナーさんも。ありがとうございました。すいません、またよろしくお願いします。いつでも遊びに来てください。はい、ね、すごい。一回座ってください。どこですか。あの運転席どこにですか。一回座って確認してくださいよ。どうすか、どうすか。全然いい感じです。いい感じですか。うん、高さが。で中もね結構入るんで、はい、いっぱい物いっぱい入れてください、こんな感じ。いい感じです。いい感じです。はい、ありがとうございました。またいつでも。はいはい。でもめっちゃ綺麗ですね。いやいや、相変わらず中も、いえいえ、ね、統一感もうバッチリです。はい、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ごめんなさい、ありがとうございました。いやー、かっこよかったですね、またお会いしましょう。バイバイ。